管理事務所の指定管理者は取材に、日々巡回点検する中で亀裂の広がりにも気づき、市の担当課に連絡していたと話していますが、市の担当課は今月1日の着工予定日に初めて把握したと説明していて、いたします。早速お伝えいたします。土砂崩れとの関連が調査されている松山城の緊急車両用道路の亀裂について、先月末に市民が危険性を指摘したにもかかわらず、城の管理事務所が市の担当課に伝えていなかったことが分かりました。アイテレビのこれまでの取材で、松山城をよく散歩するという市民らが城の管理事務所に道路の亀裂について危険性を指摘していたと証言していました。6月の下旬くらいから陥没が少しずつ始まったように思います。心配はしておりました。それで天守閣に入る受付の方に、大雨が降るとあれは落ちますよというふうに私の心配をお伝えをしました。こうした指摘について松山市が城の管理事務所の指定管理者に確認したところ、先月29日に市民から同様の通報を受けたものの、数日後に対策工事が始まる予定だったことから、市の担当課には連絡しなかったということです。また管理事務所の指定管理者は取材に、日々巡回点検する中で亀裂の広がりにも気づき、市の担当課に連絡していたと話していますが、市の担当課は今月1日の着工予定日に初めて把握したと説明していて、松山市のシンボルの危機管理体制が問われています。松山城の城山で発生した土砂崩れから今日で10日、現場では厳しい暑さの中、土砂の撤去作業が続いています。松山市緑町の土砂災害の現場では、今日も朝から倒壊した家屋の解体や土砂の撤去などが進められていました。市によりますと、土砂の撤去はあと1週間余りかかる見通しだということです。また市が開設していた避難所は昨日の夕方までに全て閉鎖され、避難していた住民のうち6世帯9人は現在市内のホテルに身を寄せているということです。一方、現場とその周辺に立つ2棟のマンションでは、給水設備の故障に伴い現在も断水が続いています。一方、中村知事が今日臨時会見を開き、松山市や国などとともに土砂崩れの原因と対策を検討する委員会の初会合を今月29日に開くと発表しました。また松山市からの要請で、今後の対応を円滑に進めるための連絡調整会を設置したことも明らかにしました。まずは現場斜面に残っているというおよそ1500立方メートルの土砂による二次災害を防ぐため、県が応急処置として土のうを設置するなど、市を技術的に支援していく方針です。そして今回の災害対応をめぐり、野志市長のリーダーシップに不満の声も出る中、中村知事は、そういう声を払拭していくためにもどんどん出ていけばいいんじゃないかなというふうには思いますね。中村知事はリーダーをオーケストラの指揮者に例え、明確な方向性を打ち出し責任を取る姿勢が必要だと強調しました。さて、夏休みに入り最初の日曜日となった昨日、松山城のふもとにある商店街では、城山で発生した土砂崩れの影響で人通りは少なく、影響の長期化を懸念する声が広がっています。松山城のロープウェイ乗り場、城山で発生した土砂崩れの影響でリフトとともに運行が中止していて、昨日も訪れた観光客から落胆の声が聞かれました。楽しみで来たんですが、ちょっと乗れなくて残念ですけども、
ここの通りがもっと人が混んでるって聞いていたので、思っているよりは今ね、やっぱ松山城の多分影響があるのかなとは思いました。中には乗り場まで来て初めて乗れないことを知る観光客も。ここに来てロープウェイに乗れないってことした感じですか？そうです、そうです。いや、せっかくね、立派な城があるんで、あ、見たかったなと思ってたんですけど、残念やなと思います、せっかく来たのに。夏休みに入り最初の日曜日となった昨日、書き入れ時にもかかわらずロープウェイ商店街は人通りもまばらです。例年に比べて客足っていうのは少し減ってきてるのかなというふうに感じております。愛媛の観光情報を発信しているこちらの観光物産館は、松山城の営業休止の影響で来店者が去年の同じ時期と比べ2割ほど減少しているそうです。担当者は商店街全体の影響を懸念しています。やっぱりこの実店舗で営業をメインにされているところっていうのはちょっとしんどくなるところっていうのは出てくるのかもしれないなというふうに考えております。実際に大きな打撃を受けている店も。こちらは今月10日にオープンしたばかりという鯛めし専門店。客足が戻らず頭を悩ませています。やっぱ格段に減ってるとは思うんですけど、当初の予定より全然行ってないんで、まあ、苦しいですけど頑張って開けてる方がいいかなと思って。松山城の営業再開には1ヶ月程度かかる見通しで、商店街関係者は不安を抱えながら本格的な夏休みシーズンを迎えようとしています。